門倉崎の南端。手前に見える鳥居は、三崎神社仙座の岩や空科学技術館。南種町は、鹿児島県種ヶ島の南部に位置する町。天文12年8月25日、種ヶ島南端の前の浜に漂着したポルトガル人により、日本に初めて鉄砲が伝えられた。現在は、国内で唯一の商業ロケット打乗施設。 ジャクサ種が島宇宙センターを抱え、日本の最先端技術の一端を担っている。温暖な気候に恵まれ、稲作が盛んに行われている。国内では最もコシヒカリの出荷が早い。中の上と中の下は、かつては中の村という一つの村であったが、明治期の窒素改正の際に二つの字に分けられたため、現在の状態となった。もともと南種村の中心は、 茎長であり、役場も茎長に置かれていた。しかし、東側に偏在している等の理由により、明治23年頃から、島間等の西側地域を中心に、役場の移転論が唱えられるようになった。そのような中、明治32年に、南種高等小学校が茎長から上中に移転をしたのをきっかけに、徐々に、中心機能が茎長から上中へ移っていくこととなる。 さらに大正期に上中を中心とした村内の道路網が発達したことから、大正12年3月、熊毛群町の採択により、役場が上中へ移転された。種子島宇宙センター大崎車上宇宙科学技術館、島間港を薬島町へ航路が発着する。ありがとうございます。